はい、こんにちは。yy の和田でございます。えー、まあちょっと事業私自身が自分の事業を全部見直しているところで、あの、ドメインも全部一、えー、つに、一つ二つにまとめていこうかなと。ついこの間見てたらドメインが30個ぐらいあって、ちょっと持ちすぎだろうっていうのが、まあいろんな事業をやってたっていうのもあるんですけど、えー、その分散の、えー、ドメインも全部持ってたっていうことなんですが、まあそんな中で、 えー、yeycojp というドメインを jfuneral.com に、えー、全部持っていこうと思ってまして、今その動きをしてます。で、その中でですね、えー、G Suite を使おうとしてしたところで、えー、JNS の MX が、G、Google さんすぐ調べてくれないんですよ。2日か3日かかると言われて、えー、Google の方で、えー あの、時間かかるよーと、えっと私も思って、ちょっとおかしいなーって、メールはそのドメインから送れるんですけれど受信できないという状態になっているので、まあ私もちょっとお名前 .com の方で今全部管理してるんですけど、そこから MX を全部入れ直して、 あとまあ24時間48、あと時間待つかと最短、最短、最長でもと思いながら今の実、実、あの実態です。まあ、そんなところでですね、事業を、えー、きちんと分けるというのともう一つは事業をせ整理、生産するというのがカードルがものすごい下がったんですよ。実は、えー、この中で 2018年はまだ数字が出てないんですね。東京商工リサーチから。2017年の数字ベースでお話をします。これ、事業急配合解散の件数が東京商工リサーチの調べによりますと、2017年で28,142という数字が出てます。 で、2016年に29,582件。で、2015年で27,371。2016年から2017年何が起きたかと。数値としてはかなり減りました。4.87%で出てます。 2015から2016というのは、件数が一気に2万7千から2万9千、約2千件の倒廃後、倒産が増えました。はい。2017年でガクンと減ったんですね。これ、何があったかと言いますと、2017年で、えー、国がハードルを下げさせたんですよ。えーまあ 会社の畳み方や譲り方の、この、まあ、まず経営者そのものが、アレルギーがなくなってきたのかなという、形でございますね。で、もう一つは、事業を譲るという形が、もうちょっと簡単にできてきたなっていうのが、あるみたいです。で、それはなぜ、あの、畳ませなかったかというと、ある、まあ、基本的に、 倒産してしまうっていうのは、多くが、まあ、地方が特にダメージを食らうんですよ。地方の、小さい企業が、あの、倒配合とか、倒産することによって、取引先とか、連鎖、もともと、あの、小さいから連鎖倒産しちゃうところがあるんですよ。そうすると、地方が、地方経済がすごく悪くなるという可能性があったので、 地方自治体が独自の事業継承の取り組みを始めたんです。これが2017年なんですよ。そんなところで、えー、もう一つ面白いことが、海外の企業が日本に乗り込んでくるときに、実は、日本企業、こういう、あの、講座がある企業を買い取るんですよ。これあんまり言いたくないんですけれど、言っちゃったけど、 あの、銀行口座を海外の会社が作るには、ものすごいハードルが高いんです。私も、え、ある、あの、コンサルティングで、海外の企業のコンサルティングで、財務省と、えー、法務省にも問い合わせしたんですよ。株を買いたいからとか、あの、上場企業のと海外の。こうして、どうやって買えるのかというふうに、い、あの、 証券会社に取り、問い合わせしたんですよ。そしたら日本の、えー、企業在籍ではなければ、在住でなければ、買えませんよと。で、そこおかしいんじゃないという外国人投資家っていうのはどうなのという話で、みんな大体いい席を置いてるんですよ。何かと会社とか、えー、法人を置いてるんですね。法人か、まあ個人の何か。で、そこで私も、 疑問に思って、えー、法務省と財務省に問い合わせしたら、日本はそんなあの規制かけてないんだよね、って。でも、財務省からの目からしたら、それを規制かけてなくても、日本のお金が海外に流出しちゃうっていうのも、あの、諸派の剣なんですよ。まあ、そんなところで、えー、手っ取り早く、外国の企業が全く違う業種でありながら、 その日本の会社を買う。つまり、あの、銀行口座が持ってるから、ね、投機もある。投機一度してしまえば、その投機をどこでも移すことができるわけで、そういうところが外国の企業が日本の企業に日本に入って参入してこようとしてるところに、えー、ハードルを下げてるっていうのか、 援助してるのか、援助、まあ、援助射撃、射撃してるのかなっていう気もしなくもないんですね。もう一つは、まあ、この、あの、事業継承とかの、あの、おかげで、実は、えー、相続も楽になってきたわけですよ。 一度こういう、あの、全部ご破産にするかこともできるし、そして新しくしてる。つまり事業継承がいない。いってもこっ負債がでいっぱいある。えー、息子さんに継ぎたいけど、息子さんは違うことをなさってる。息子さんは違うことをなさってるけれど、えー、技術力とかなんかそういう営業力は持ってるけど、ここに全部、あの、負担させると、会社、この息子さんとかも、 潰れてしまう。それをやめさせるために一旦廃業してしまう。息子さんは息子さんで同じ会社名で今建て、作れるので、そこで、あの、新たに取引先、取引をするという。まあ、そんな形のやり方があるということです。まあい、い、いろいろとね、事業継承とかは、えー、税理士さんや弁護士さんに相談していただくといいんですけれど、会社の畳み方、 譲り方というのが2017年から大幅に変わっていることだけを念頭に入れていただければありがたいです。以上です。